ラムちゃん大丈夫？平気だよ。餌の時間になったからみんなを呼んだらいっぺんに来ちゃって、あんまり数が多いからびっくりしちゃった。びっくりしちゃったよ。みんなとってもいい子だから心配しないで。あ、でも牛太だけ気をつけて。あの子はちょっと気性が荒いの。どれ牛太。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで夏の月18日、さあ、はあ、トマトは一日ではできないか一日ではできないか。何日ぐらいで次のできるんかな。トウモロコシもできてほしいし。あ、できたー。え、めっちゃなるやん。トウモロコシってこういうなり方なの、初めて見た。なんか一つのから三つできとんかな。すげー、こういう感じなのね。よっ、もうトマトできるんじゃない？できん？あ、そっか、花が咲いてなかったわ花が咲いてなかったわ。じゃあ、あの状態からどれぐらい？ 2、3日ぐらいはかかるってことかな、トマト。じゃあ、あと、あと1、2回ぐらいは収穫できるんだろうか。わからんけど。あ、トウモロコシも繰り返しできる。あ、ってことは夏の作物は、あれか？全体的に繰り返し収穫できるってことやけん、あれやね、畑を広げて一気にめっちゃ作ればいい感じになるっていうことか。よいしょー。トウモロコシの方はどれぐらいかかるかな、2回目。でもなんか結構かかりそうな感じするけど、ちょっと様子を見に来た。いつもめっちゃスタスタ通り過ぎていくだけやん。絶対何も見てないけん絶対何も見てないけん。はい、コッコちゃん、コッコちゃん。あ、今日はちゃんと卵を産んでくれているね。よかった、よかった。はい、どうぞ。そういえば餌とかは、あ、まだあるね、ちゃんと。よいしょー。そして、はい、どうぞ。オッケー。あ、ちなみに今日は、じゃん、夏の一大イベント、花火大会、夏の最後の思い出を作ろうってことで、場所はザザー浜辺。両方場所になっとるよ。時間は19時から21時。いいね。夏の思い出に。あ、そう。それで、私、前に、やった、遺跡か。洞窟の奥にあった遺跡に書いてあったやつをちょっと実践していきたいんだけど、大樹の根っこを斧で叩くんやったよね。斧私こっちに入れたのかな。ちょっと待ってね。どんな斧でもいいんかな。とりあえずこれを持って。さあ、大樹の根っこへ。ゴーゴー。なんかすごい、どこでもドアはどこに行きましたか？ザザン岬に置いてある。ちょっと、ザザン岬にあったのね。待って。こっちピチョンコやん。違うんです。ピチョンコじゃなくって、私はザザン岬に行きたいんですけど、あれどこだ？セミがめっちゃいる。あ、よし。ちょっと待ってね。ザザーン岬、ザザーン岬。あれ？あ、こっちか。ふぅ。やっぱりあそこに放置したまんまやったんや。あったー。大樹の根っこへ。まだ女神様が現れてないけど。これか？これを斧で叩けばいいんかな？どこでも？ほっ。あれ？どうやって叩くのかしら？え、叩けなくね？え？あ、叩いた。おー、石板のかけらを見つけ出した。
これで初めて石板のかけらを拾った。よしよし。何個必要なんかな、石板のかけら。洞窟の中にも直接行けるんやね。オッケーオッケー。そしてここにもうずっと置きっぱなんや。通り抜けフープ。え？で？柱なんかめっちゃいっぱいあるな。ここが、大樹の根を斧で叩くやったよね。次は？大きな骨の手をつるはしで掘り起こす。あの、化石？化石のやつかな。つるはし。大きな骨の手をつるはしで掘り起こす。大きな骨の手。あれどこやったっけ？ザーザー滝のところか。多分。この辺で、大きな骨の、どっち？こっち？いや、こっちじゃない、こっちか。大きな骨の手。え？何？どこなの？えい！あ、これか。石板のかけらを見つけ出した。イエーイ。これで二つ。これは一個ずつじゃなくて全部揃ってからはめるんかな？はい、洞窟へ。さあ、そして、なんかのび太さ、走ってくれるときと走ってくれんときがあるんやけど、どういう違いが。これが二つ目？ですね。ってことは次は、遺跡の柱をつるはしで叩く。遺跡の柱？遺跡？あの、猿がおるところかな。遺跡の柱をつるはしで叩く。ってことは、ピチョンコだ。遺跡の柱をつるはしで叩く。とりあえずなんか叩けるところに行かんかったら、何の反応もないけん。なぜこんなところにいるの？お腹が空いて？それはあれだよ。釣りをした方がいいんじゃないかな。遺跡の柱を、つるはしで叩く。あ！イエーイ！石板のかけら。次は、よし、イエーイ。よし。散歩中かな？そこはちゃんとね、氷をしておかねば。はい、そして洞窟へ。あとどれぐらい？でも柱ちょっとしかなかったよね。これがさっきのやつかな。いやね。ってことは、これ最後？右から二人目の石の顔をブラシでこする。右から二人目の、あ、そういえばなんか置物みたいなやつあったよね。どこやったっけ場所。てかブラシ持ってないんだけど、あれかな、動物屋さんかなんかにあるんかな。てかそのブラシでいいんかな。ちょっとよくわからんけど、多分。何？どうした？ちょっとそんな一度に。ラムちゃんの声だ。ラムちゃん。あー、埋もれてる。大丈夫か。ラムちゃんどこ？みんな落ち着いて、ちゃんと。あは。ラムちゃん？潰されてるよ。順番を待ってってば。かわいい。のび太お兄ちゃん。ラムちゃん大丈夫？平気だよ。餌の時間になったからみんなを呼んだらいっぺんに来ちゃって。あんまり数が多いからびっくりしちゃった。びっくりしちゃったよ。みんなとってもいい子だから心配しないで。あ、でも牛太だけ気をつけて。あの子はちょっと気性が荒いの。どれ牛太。そうそう、ほら、あそこの体格が少し大きくて模様がちょっと違う子、わかる？全然わからないんだけど。どれも同じじゃない？模様。あの子が牛太よ。ダメだ、僕には誰が誰だか。ラムちゃん、みんなの違いがわかるの？もちろんよ。えーらい。この子がメイで、そっちのフモフ君はテレ屋さんで、あっちのムーちゃんは寂しがり屋さん。すごいね、性格までわかるんだ。すげえ。自分から教えてくれる子もいるけど、どういうこと？いつも一緒にいるからかな。なんとなくわかるの。自分から？自己紹介ですか？何？びっくりした。喋り出したかと思った牛。どうも。ラムちゃん大丈夫かい？そろそろみんなに餌はやったかい？みんな落ち着いて食べてる。
新しい牧草の方が美味しいって最近みんな餌の時間にすごい元気なの。そう、それは良かったわね。あの子はどうかの？ほれ、あの食欲がない。むーちゃんね、ちゃんと食べてるよ。そうかそうか、それは良かった。ぐーほんと、ラムちゃんにはかなわないわ。ウルさんやユウさんでもかなわないんだ。おじいちゃんもおばあちゃんも大げさだよ。こんなちっちゃいのに偉い。ラムは楽しくみんなと遊んでるだけだよ。だからすごいんじゃがの。まあわしらはもう年なのかもしれんな。ラムちゃん、落ち着いたらお家の方も手伝ってくれるかしら。うわー、人使いが荒いよ。もちろん。のび太お兄ちゃん、またね。ちょっと私買い物がしたいんですけど、買い物できます？今何？ブルさん、ユウさん、おはようございます。あ、のび太くんかね、おはよう。あれ、どうしたの？ブルさん、おはよう。やあ、のび太、ブルさん、ユウさんもおはようございます。おはよう、ブラス君、どうしたんだい？お仕事中じゃないのかい？俺、動物園の仕事に興味があって、ちょっと働かせてくれませんか？え？なんだって？ブラス君が働いてくれるんですって。なんじゃと？それはそれはありがたい話じゃ。え？のび太の時断ったのに？ブラスさん、鍛冶屋はいいの？俺は別の仕事をすると言ったらするんだ。あ、あの時の続いてるのね。大丈夫かな？さて、早速仕事をください。それがの、今日の仕事はほとんど終わったんじゃよ。そんな、仕事終わるの早くね。おじいちゃん、おばあちゃん、メイとお散歩行ってくるね。あれ、のび太お兄ちゃんにブラスお兄ちゃん、おはよう。おはよう。ブラスお兄ちゃん、なんでこんなにがっかりしてるの？お仕事を手伝ってくれるって言ってくれたんだけど、もうお仕事がないのよ。それを言ったらこんな感じになったの。じゃあブラスお兄ちゃん、一緒にメイのお散歩行こうよ。メイ？ラムのお友達、羊さんだよ。そうじゃそうじゃ、お散歩も立派な動物屋の仕事じゃよ。仕事やってやりましょう。元気になった。じゃあメイ連れてくるね。大変そう。あ、散歩に行くんやね、ちゃんと。はい、この子がメイだよ。何、動物苦手とかじゃないよね。動物屋に来といて。メイもおはようって言ってる。何？あれ、ブラスお兄ちゃん？まさか、動物が苦手ってわけじゃないわよね。苦手みたいです。自分でも気づいてなかったってこと？ごめんなさい。追いかけられてる。待つんじゃ。ブラスさん、動物と関わらない仕事もあるから手伝ってちょうだい。人手は必要なんやね。まさか動物が苦手だったなんて。ブラスお兄ちゃんらしいといえばらしいね。さてと、お散歩行ってきます。気をつけてね。まるで自分ちかのように。で、私は買い物がしたいんですけど、もしかして今日はやってないんですかね。18日の金曜日に。はあ、金曜日は定休日。なるほどね。ってことは今日の石板集めはここまでということで、じゃあ19時まで寝ますか。おやすみ。道端です。よし。どこに行けばよろしかったのかしら。ザザン浜辺やった？うわ、めっちゃみんな集合しとる。わかりやすいわ。二人で。私ね、この花火大会とっても楽しみだったの。僕もだよ。一緒だね。きっとみんな楽しみよ、夏は。ランチ、今日は何してたの？急にどうしたの？なんとなくね。ちょっと周りにハート飛びすぎ。今日か、いつもと変わらないよ。そうなの？朝起きて、ご飯を食べて、作物と動物のお世話。ほんとだ、いつもと同じ。あのね、私も、いつもと同じだったわ。朝起きて、ご飯を食べて、ママのお手伝い。まあま
どこもそうだよね。でもそれって面白くないよね。今は花火だからいいの。だからこそこうやってティラルちゃんと花火を見るのが楽しみになるんだよね。花火を映せ花火を。お、何、どうした。ランチって大人だよね。少ししか変わらないじゃない。そういうことじゃないよだ。でもだいぶなんかちょっと年の差ありそうやけど、どうなんや。もう行っちゃうの。暑くなってきたから飲み物取ってくるの。ランチはこっから動いちゃダメだからね。なんで怒ってるの。気をつけてね。おお。え、あ、のび太。ねえ、のび太も一緒に花火見よう。邪魔するよ。二人で見るといいよ。またね。そこは気を使えるから私。それじゃあまた今度。またね。花火は花火はどうなったの。終わったんすか、もう。え、花火を見せれよ、花火を。なんであの二人のラブラブなとこだけを見せられなければいけないんだ、私は。つらーい。つらーい。しかももう帰っとるし。早。はい、ということで。びっくりした。入れんのかと思った、自分ち。焦るー。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、また次回からはちょっと壁画の、壁画のかけらを集めていきたいと思います。あと1個なんかな、わからんけど。